学である。セーブルで生まれた。弟に美術評論家になったピエール・アレクサンドル・クーパンがいる。1793年からのフランス革命戦争に参加した後、セーブルの国立磁器工場で働いた。アンヌ・ルイ・ジロデイコール・トリオゾンに学び、画家のマリエ・ビクトワール・ジャクオタットの友人であった。1808年から1809年に、 ナポレオンを題材にした時期のデザインをした。1815年からラフレーシュの陸軍幼年学校で絵を教えた後、サンシール陸軍士官学校でも教えた。絵のスタイルは中世とルネッサンスを理想化した19世紀初頭のフランスの歴史画のスタイル、トルバドゥール様式の画家であった。フランス皇后、ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネが支援者になり代表作の フランチェスカダリミニの秘伝をマルメゾン城に飾るために買い上げた。ありがとうございます。